とらない金ちゃい。何をしとるんね。はよう座布団かぶって下へ隠れんさい。おとっと、やっぱおってですか。そりゃおるわい。お前がおりにさえ言うたらどこじゃろうといつだろうとわしはおるんじゃけど、おらんでどうするんじゃ。じゃけんど、こげどびょうしもない話があってんじゃろか。こげ思いもそめん話が。何をぐどりぐどり言うとる。はよ、こっち。ほーら、決まったか。おとっと。おとったんと、戸棚と、座布団と。味方が三人もついとるけ。ピカピカが来ようが、どんどろがなろうが、もう大丈夫じゃ。だけんど、うちはもう23になるんよ。大人が、どんどろなんかなる言うて、ほたえ騒いどる。情けのうてやれんわ。ほんまに腹の立つ。お前が悪いんじゃな。どうも。なして木下さんは寄りつきやすい高垣さんではのうて、愛想なしのお前に話しかけてきなさったんか。そこんとこが大事じゃ。普通なら高垣さんのところへ行くんが筋道いうもんじゃろうが。そがなことは木下さんの勝手でしょう。じゃけ、わしゃあこげ言いたいんじゃ。木下さんは偉い上に賢いお人じゃてな。お前はもともと気立てもよきゃ頭も冴えた明るい女子ん子。なんせ女性も2番で卒業したほどの才女だけの。木下さんはお前のその本来の姿を一目で見抜きんさってお前に興味を持った。これが万獣に隠されとった意味じゃ。いつまでもとっぴなこと言うとったらええです。何日でもそこでバグバー言うとりんさ。うちはもう知らんけの。まんじゅうに隠されとったもう一つの意味は何じゃろうか。まんじゅうの話はもうやめてちょんだいの。おいはお前にとって大事中の大事じゃけ。あくまでまんじゅうの意味を追求せにはいけん。ここんとこへ来てにわかに現れて気さってバカバー言うとってですけ。うちはもう頭いとうてやれんわ。結局お前も木下さんを吸い取るんじゃ。互いに一目惚れ。やんがて相思相愛の中になるいうことやの。見かけはごうつうかたそうじゃが中身はええと甘。お前の心はまんじゅうとよう似とる。そがいなことはありえん。人を好きになるいううち自分で自分に固く禁じておるんじゃけ。木下さんを何とも思うておらんのじゃったらお前は今日その場でまんじゅうを突き返しとったはずじゃ。いつも静粛に。それがうちの図書館の第一規則なんよ。この間はどうもまんじゅうどうぞ。うち困ります。そう言わずにぜひどうぞ。まんじゅうをいただくのは規則で禁じられとります。窓口でそがいなへちゃらこちゃらしたもんどができると思うとんの。館長さんも宅地人さんもほいで隣の高垣さんもみんな聞き見る立てとんよ。黙ってもろうとくるほかすびはあらせんが。ゆんべの雨は理髪の雨じゃ。夜中に降って朝にはやんだと。今降る雨はあんぽんたんな雨じゃ。朝から降りよって昼になっても山。雨雨やまんかい。お前のとった極道門、お前の岡屋武将門。広島市街府中町小郡二丁目滝沢様方木下忠様身元に。身元に
戦略、いつも私立図書館をご利用くださいましてありがとうございます。お目にかからせていただいているときはいつも忙しくしており、これは大切なことですのでお手紙で。お集めになっている原爆資料、もしも私のところでよろしければ一人住まいですので置き場所は多少雨漏りはいたしますが、このところ厳しい暑さが、お体くれぐれもかしこ。うちよりもっとえっと幸せになってええ人たちが行さんおってでした。それじゃけんその人たちを押しのけてうちが幸せになるいうわけにはいかんのです。うちが幸せになってはそがわな人たちに申し訳が立たんのですけん。そがわな人たちはそがわな人たちのことじゃ。例えば福村明子さんのような人。福村ちゅうとあの県立一女から女性までずっと一緒、明子さんが福村、うちが福吉、日本人の頭が同じ服じゃけ、8年間通して席も一緒、陸上競技部も一緒じゃけ、うちらのことを二人まとめて二福いう人もおったぐらいでした。二人じゃけ勝ったんじゃ。もう一人二人福の字のつくんがおってみ、まとめておた福言われとったかもしれんけの。女船で昔話研究会を作ったんも一緒、明子さんが会長でうちが副会長でした。話をいじっちゃいけんちゅう根本方針も二人で話し合って決めたことじゃったですけ。ほいであよに頑張っとったんか。ほじゃが成績も始終せっとったけの。かけっこならとにかく勉強では一度も明子さんを抜いたことがのうて、うちはいっつも二番。これは多分劣ったのせ。いきなりいびっちゃいけめえ。何よりも綺麗かったです。一女小町、女船小町言うてはやされてね。うちは劣ったを地獄よりひどい火の海に置き去りにして逃げた娘じゃ。そような人間に幸せになる資格はな。とつけもな理屈じゃの。覚えとってですか劣った。はっと正気づくと。うちらの上にうちがありよったんじゃ。なんや知らんがどえらいことが起こっとる。はよ逃げにゃいけん。そが思っていごいご動いとるうちに映画に抜け出すことができた。じゃがおとったんの方はよう動けん。あぬけ玉に倒れて首から下は柱だの梁じゃの横木じゃの何十本もの材木にちゃちゃらめちゃくちゃに首引かれとった。おとったを助けてつかない。声を限りにおらんだが誰も来てくれ。広島中どこでも同じことが起こっとったんじゃけえの。のこもな長野もな木槌もな材木をてこにして持ち上げようと思うたがいけん。生爪を剥がし剥がし掘ったがこれもいけ。ほんまによう頑張ってくれたよの。そのうちにケプター匂いがしてきよった。気がつくとうちらの髪の毛が眉毛がチリチリ言って燃えとる。わしを体でかぼうてお前は何度とのわしに取り付いた火を消やしてくれたよの。ありがとうありました。じゃがそがことをしとっちゃ友だおれじゃ。そいじゃけわしはお前は逃げ言うた、お前は嫌じゃ言うて動か、しばらくは逃げ嫌じゃの押し問答よの。とうとうおとったんはちゃんぽんげで決めよう言い出した。わしはグーを出すけ絶品お前に勝てるぞ言うてな。一服でっぷくちゃんちゃんちゃぷろくぬっぱりきりりんちゃんぽんげ。いつもの手じゃ。
ちゃんぽんげ。見えすぎた手じゃん。ちゃんぽんげ。小さい頃からいつもこうじゃん。ちゃんぽんげ。手元でうちを勝たせてくれ。ちゃんぽんげ。優しかった、お父さん。なしてパーを出さんのじゃ。はよ、勝って、はよ、逃げろ言うととかわからんか。このひねくれもんが。親に孝行する思うて、はよ、逃げるや。おとったに最後の親孝行してくれや。頼むで。ほいでも、いい方法を逃げん言うんなら、わしゃ今すぐ死んじゃるど。しばらく、会えんかもしれんね。ああ、こりゃいけん。薪を継ぐも忘れとった。お父さん、ありがとうありました。